皆さんどうもこんにちは、ラモアです。さて今回も引き続いてサマータイムレンダの第16話を見ていきたいと思います。前回は最高のバトル回でしたね。すっごい興奮して気づいたら見終わってた、そんな15話でした。今回の16話では前回捕らえられた影美代ちゃんがこっち側の味方になってストーリーが進んでいくことになるんですかね。ちょっと楽しみすぎませんか。影美代ちゃん強いし可愛いし味方になってくれたらむちゃくちゃ心強いですね。あとね、本物のちゃんみおとの絡みがどうなっていくのかもまた見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。サマータイムレンダ第16話です。ゴー、頭のチャンネル。じゃあいきますね。はい、スタート。オープニングからスタートですね。かっこいいね。前回さバトル回やったやん。前回のバトル回がすごすぎてさ、今後あれを超えるバトル回が出てくるのかなっていう不安いらぬ不安やけど、前回のバトルが壮大すぎたね。体育館の壁バラバラ。あれ今さ、ひるこ様の目違ってた？違うか？分からへん。なんかオープニングでさ、ところどころさネタバレっぽいものがさ見えるんやけどさ、影って一体なんやねんやろな。なんか海の中を泳いでたけどさ、影って生物？何から生まれて何のために存在するやつ？そういう基本的なところも謎なんよね。うわー、影見よ、怖っ。あー、そうそう、で前回さ、シデさん、筋肉ムキムキマッチョ影マンのシデさんが実は人間が入ってるみたいなこと言われてたやん。その人間とは一体何なのか、誰なのかっていうところも見ていきたいと思います。 CM 終わり。もしやこれは、ミオちゃんが仲間になったってこと？情報収集してんの今。洞窟の中で私が生まれた。パンツそっか、本物のミオちゃんの自転車を壊せたんは影ミオちゃんやってんの。菱形先生も敵側ってことね。あ、怒ってる時子。アイネは牛の影を探すために産んだんか。牛ちゃん髪型かわいいよ、ずっとそれでいていいよ。そういえば前回のコメントでさ、ミオちゃんと牛ちゃん似てるっていうコメントがありましたけれども、確かに似てるね。ちょっと待って、集中するわ、ごめん、話聞いてない。文編？何の話？影にも命があるってこと？1週間しか生きられへんってこと？セミやん。セミやん。なんか影も影で大変やねんな。え、じゃあさ、え、牛尾ちゃん7日で死ぬんちゃん？すごーい、影美代ちゃん
って言ってもやっぱミオちゃんやもんな。お母さんのためにハイネを復活させる。やっぱお母さんは鍵やな。だから時子さんは裏切ってたんか。パパン、パパン、直接パパンと話し合ったら、なんでそんなことしてんのって。そう、七方先生に会いに行ったらいいやん。そうやな、今晩10時に会う約束してたわ。そういえばなんかその時に話聞いたらいいんちゃう。七方院へ行く。あ、傘刺されてる。2回も刺されてる。ちゃんみよ、あ、影みよちゃん、みもを守ってくれ。なあ、影みよちゃん怖いよな。だって真っ先に出てきたホラーの相手やからさ。うわ、早っ、怖っ。あ、確かに。ちょっとさ、この影みよちゃん可愛くない？なんか東京で彼女できた。時計の後ろちゃんも震えてた。確かにね。気になるんだね、影みよちゃん。あ、やべ、影みよちゃんがいる、いてくれるおかげでみよちゃんの本音がわかるかもしれへん。ほんまにみよのこと守れんのはしんちゃんだけなんやで。なんかこの影みおちゃん、なんかみおちゃんやけどみおちゃんのことをサポートしてるよね。仕方いい。大丈夫か、パパンいるんか。うわ、怪しいな、またこれ怖いな。家中のものがなくなってる。どうなってしまった。影が出てきた。人の趣味はない。消去されたんか。証拠隠滅のために消した。なんで、何を隠したん。もしかしたら親父も今危険な目に遭ってるかもしれへんよ。影の気配がした。締め付けてる。影にな、影じゃない、時計になって。牛尾ちゃん、やっぱ牛尾ちゃん可愛い、この髪型。そうやった、牛尾ちゃんホラー苦手やった。またホラー界ですか。怖いわ。地下でなんか挟まってる。え、なんかあったん、何当たったん。影が挟まってるもしかして。え、じゃあこれホラーちゃうよな。いやー、霊安室が下にある。牛尾さんの遺体。え、でもさ、このさ、このエレベーターのこのさ、閉まらへん感じめっちゃ怖ない。死体とか挟まってるとかじゃないよな。あ、よかった、車椅子だった。へっへっへっへ。でもさ、その車椅子、お母さんの車椅子、
後ろ、影や、影や、大丈夫、幽霊じゃない、影や。あ、後ろちゃんが出てきてくれた。すごいな、後ろちゃんの能力マジで便利。ジムをコピーしてさ、おわ、強い、蹴り飛ばした。ここは明るいな、全然いいな。そういえば牛尾ちゃんの遺体がここで眠ってるんちゃうんかな。隠し扉？わお、ここは解剖室かい？牛尾ちゃんの遺体がなくなってる。あ、そっか、影が、影じゃないわ、傷して、傷なってんもんな、影牛尾ちゃん。ヒルコ堂へつながる参道、ここで食事を運んでるのね。わお、ホラーすぎる。あら、先生も影の気配感じるようになってきてんねんな。もうすぐそこにいてる影が、二人、二人の影。がおとんの首を絞めてる、もしかして。あ、お母さん、あー、 CM、 CM 終わり。うわー、おとんが殺されると。撃つな、撃たんといてくれ、うん、おやじさんが殺されんねんで、撃たんといてくれ言うてる。あ、戻しちゃる。お母さんを正気に戻しちゃる。あ、戻ってる戻ってる。よかったよかった。牛尾ちゃんマジで万能。ありがとう。おとん、生きて。生きてる？息はしてる？息はしてない。やばい、心配蘇生。心配蘇生。生きて、おとん。おとん。おとんが生き返ったら全てを話してくれるかもしれへん。頑張れ。そうや、心配蘇生や。アンパンマンマーチのリズムで、そうだ、恐れないで、みんなのために愛と勇気だけがと。ああ、生き返った。よかった、蘇生しました。おとん、ハイネットのリンクを切った。素晴らしい。やばい、どんどん真相に、どんどん真相に進んでいってる。おやじ、おとん、おとんはなんでそんなにハイネのこと。影？え、嘘？あ、ミオちゃん、よかった、あー、よかった、ナイス作戦、ナイス。
。なんでトキコにコピーしててんやろ。でもさ、ミヤちゃん大丈夫？危なくない？今ここにおって。うん。トキコ、トキコミオちゃんのこと大好きやんな。もう愛してるっていうレベル。よかった、影ミオちゃんでよかった。それ絶対や。そっか、コピーしたらしんちゃんの心の中わかるから。そうなるよ。息子を撃つなんて、ようそんなことできんな、このクソ親父。殺せ。そうやな、お医者さんが銃でバッキューンなんて。お父さん目が死んでる、どうした、なんでそこまで彼を追いやったのは何。ミオやってくれ、何をやんの。あ、コピーか。あ、コピーして心の中全部知るんか。賢い。だから影ミオちゃんが来たわけね。影ミオちゃん強え。え、コピーできん、つまりコピーされてるってこと。やっぱ誰かにコピーされちゃった。あら。あ、そやな。もうコピーできひんって言ってたもんな。私の鍵はもう作れないのか。どうしたん？先生、先生の望みは何だい？おった、看護師さん、寝頃ナース。私これで帰らせてもらいますわ。え、寝頃看護師さん強くない。あ、さて、範囲外か。2日、それで全てが終わり。そっか、挑発されてるからそれに乗るなってこと。むっちゃ冷静やな、すげえな心平、感情をコントロールしてる、マジで頭いい。こんな顔できる、この状況で。心平なっちゅう主人公や、お前は。なんか見ててファンってなる、ファン。本物の時子を呼んでくれ。あんたさっき殺そうとしててんやぞ。また殺そうとしてないか、大丈夫か。はあ、奥さん、影の奥さん、え、そうなんや。影のことを自分が影だと理解してない。そんなことあんねんや。
やっぱりそうか。ハイネを殺したら全ての影は死ぬ、牛尾ちゃんもおらんくなんねん。なんかな、これは感づいてた、うすうす。そのためにこのドクターもハイネを助けてたんかなと思ってんけど、寂しい。でも影牛尾ちゃんがおらんくなるの寂しい。ほんまに？ほんまにそれでいいの？心平帰りたがってる？ハイネは？深い海の彼方、彼女の故郷に帰りたい。だからあのオープニング？影だけがそこへ行ける、影だけを連れて帰る。時間のない永遠の国、影となって永遠にそこで生きる、天国みたいな感じ。そういうことか。だからか。そっか。だから先生は悔しいな先生。家族みんなで幸せになるために頑張ってきたのに。そう、何やそれは。そのボックスはないぞ。何入ってんの？裏カルテ。フード病。影の病。裏カルテ。おまか。やっぱりか。死ねの正体をご存知ですね。死ねの正体が明らかになる。ハイネの守護者、ハイネの最初の子供、オリジナルの名は柴田シデヒコ。え、だからシデ。初代委員長。CM じゃないわ。 CM 終わって次回予告です。決断、感想に行きたいと思います。はい、ということで見終わりました。サマータイム連打第16話でしたけれども、今回のポイントとしてはね、まずハイネの目的が分かったところが大きいですね。そして次に新平の両親がなぜ亡くなったっていうのも分かりました。そして最後に分かったのがシデの正体ですよね。これも全部カギミオちゃんが味方になってくれたから分かったことでしたよね。カギミオちゃん強すぎ。カゲウシオちゃんも強いけどさ、カゲが仲間になってくれたら部下的なしって感じ。だいぶ相手の事情も
も分かってきて、ストーリーも終盤に差し掛かってきましたね。ハイネを倒すイコール影がいなくなる、つまりハイネを倒すということは牛尾ちゃんや先生の奥さんもいなくなってしまうということですね。物語の終わりはハッピーエンドでもありバッドエンドでもあるっていうね、面白いね。サマータイムレンダー面白い。来週も楽しみに見ていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。